アンドレアデルサルト、パンチャティキの聖母秘書店、パラティーノ美術館、パッセリーニの聖母秘書店は、イタリアの正規ルネサンス期の巨匠、アンドレアデルサルトが1526年に描いた、板丈の油彩画である。イタリア、フィレンツェのピッティ宮殿内にある、パラティーノ美術館に所蔵されている。作品は、コルトーナのサンタマリアフ・フオーリレ・ムーラ教会のマルゲリータ。 パッセリーニの私的な祭壇のために本人によって依頼された。契約は絵画を155フローリンの価格とし、1526年に交わされた。1553年に、教会の僧たちは本作を含む財産と共に3、タントニオデーセルビ協会に移転した。本作は、1639年に、フェルディナンド2世でメディチ大公に購入された。 教会に残すために太鼓が製作費を支払った複製は現在、コルトーナ主教区美術館に所蔵されている。その後、アンドレアデルサルトによる同様のパンチャキキの聖母秘書店の大作品として、本作は現在の所蔵元であるピッティ宮殿に移された。アンドレアデルサルトは以前のパンチャキキの聖母秘書店をモデルとして、本作を描いた。 二点の間のいくつかの相違として、風景の代わりに暗い背景、聖母マリアと周囲の天使の異なる位置、そして右にひざまずいている死とを寄進者の保護者であった、祝福されたマルゲリータ・ダ・コルトーナに置き換えていることが挙げられる。左の死とは、寄進者の父、または死んだ息子の守護聖人である聖ニコラスに置き換えられている。 この作品を制作した時点で、アンドレアデルサルトはすでに結婚しており、後の電気作家、ジョルジョ・バザーリが述べたように聖母の顔はおそらく画家の妻の肖像画である。ありがとうございます。